この動物界は野生で生き残るための特殊な武器を数多く備えています。キングコブラは猛毒を持っていますが、マングースはその毒に対抗する抗体を持っています。彼らは長年の敵対者であり、時を超えた戦いに閉じ込められています。キングコブラが攻撃すると、マングースは素早く報復し、最終的には敵を圧倒します。この生存をかけた戦いでキングコブラが勝利を収めるのか、それともマングースが満足のいく食事を味わうのか、キングコブラ対マングースの最後の瞬間までの30秒、地面に近くこっそりと移動する、それは物岩の捕食者です。キングコブラは砂漠の砂の下にカモフラージュしてリスを狩ることができます。しかしこれらの齧歯類は驚くほど勇敢です。リスはキングコブラの尻尾を威嚇して攻撃しようとし、噛まれると死ぬ危険があります。しかしリスの仲間であるマングースが現れます。マングースほどキングコブラに立ち向かう勇気と強さを備えた生き物はほとんどいません。キングコブラは逃げる機会を求めて脅迫を試みます。マングースは満腹で満足して追跡をします。保護区内のリゾートには特別な金色の毛皮を持つ小さくて特徴的なマングースが現れます。敵であるキングコブラに遭遇すると、その狡猾な態度がその顔に反映されます。毒をたっぷり含んだキングコブラは一口でも噛まれると15人以上の成人男性に致命的な影響を及ぼす可能性があり、沈黙の暗殺者として評判を得ている。しかし今回の遭遇ではキングコブラはマングースの攻撃に当惑しているようです。どちらも鋭い牙を使って攻撃しますが、マングースがキングコブラとの小競り合いを支配しているようです。挑戦に気づいたキングコブラは素早く後退します。しかしおそらく地下で戦いは続くかもしれない。鋭い牙は恐るべき武器です。キングコブラの場合、その牙には危険な毒があり、噛むと獲物に毒が注入されます。一方、マングースの場合、その鋭い牙は相手に死をもたらします。特にマングースは様々な蛇の毒に対する免疫を持っているため、キングコブラとの対決は狩りに変わります。しかし、勇敢な戦士であるキングコブラは、2頭のマングースに果敢に立ち向かいます。数で劣勢にもかかわらず、爬虫類の知性は勝利を収め、安全に確保し、さらにはマングースの退却を促しました。草原のすぐ上で、マングースとキングコブラの生存をかけた熾烈な戦いが繰り広げられます。戦闘の最中、キングコブラは1メートルの高さまで立ち上がり、敵に向かって突進します。しかし、キングコブラの攻撃速度はマングースの敏捷性に比べて劣ります。マングースによるキングコブラの頭部への決定的な噛みつきが全てを終わらせた。マングースにとってこれ以上に美味しい食事はありません。キングコブラの挑戦的な闘争、この爬虫類はマングースに負けました。一噛みで神経系が切断され、最終的には形勢が逆転し、キングコブラはマングースの餌食となった。
自然保護区の道路脇では生き残りをかけた熾烈な戦いが繰り広げられている。キングコブラは攻撃するためにマングースにしっかりと巻きつくように努めます。しかしマングースは毒に対抗する抗体を体内に保持しているため毒には影響されません。したがってマングースによる最後の決定的な噛みつきがこの戦いを物語っているのです。キングコブラが示す恐怖は恐るべき敵との遭遇を意味します。マングースほどこの爬虫類に恐怖を引き起こす者はいません。しかしその勇敢な戦いによりキングコブラは無傷で逃げ出すことができました。活発に餌を食べる熱狂の最中、ほとんどのミーアキャットは砂に頭を埋めます。これはキングコブラが狩りをする機会にもなります。ミーアキャットにとって人噛みは致命的ですが、重要な瞬間には危険警報が作動します。ミーアキャット大隊は単独のメンバーが単独で戦うことを決して許しません。周囲を囲まれたキングコブラの攻撃はミーアキャットが素早くかわすことで阻止されます。結局ミーアキャットの群れは無事でした。ブラックマンバの天敵はほとんどありませんが、最大の天敵は間違いなくマングースです。この肉食種は素早く動き、あらゆる方向から攻撃します。特にマングースの鋭い牙はしばしばブラックマンバの頭を狙い、中枢神経系を切断します。結果は明らかで、マングースは今日昼食を取りました。マングースにとって最も狩猟される獲物はヘビ、特にブラックマンバであると言えます。成人した人間を即座に殺す毒を持っているにもかかわらず、ブラックマンバのこの武器はマングースに対しては役に立ちません。したがってブラックマンバがマングースの追跡から逃れるのに役立つのは防御、回避、そして狡猾な抵抗だけです。ノソブのキャンプ場ではケープカブラがリスと対峙しています。戦いが激しくなるとケープカブラはフードを扇子のように広げて相手を威嚇します。非常に危険な毒に気づいたのか、リスは素早く後退します。カラハリ砂漠でミーアキャットが単独でキングコブラと戦ったとしても決して勝利することはできないでしょう。しかしミーアキャットの群れが到着すると物語は別の方向へ進みます。臆病さが大胆さにとって変わられます。周囲にミーアキャットが多すぎるためキングコブラは本当に圧倒される前に逃げるしかありません。したがってミーアキャットの家族は安全なままです。ラーデルが熟練したハンターになる前の最後のレッスンはヘビをうまく狩ることです。マングースと同様にラーデルはヘビの毒に抵抗できます。鋭い爪、鋭い牙、素早い反射神経を備えたラーデルはヘビに勝利しました。この狩猟は完了し、正式にヘビ種の中でも恐るべき捕食者となりました。
子供が巻き込まれると母親は通常自分自身の狂った側面を吐き出し、子供を守るためにあらゆる危険を犯します。そして母親のリスは子供を守るためにキングコブラを勇敢に攻撃しました。1時間以上の戦いの後、リスはキングコブラを縄張りから追い出すことに成功した。マングースとの戦いではブラックマンバが生き残れるかどうかは逃げることにかかっています。よく見るとマングースが攻撃を仕掛けてきましたが、マングースは木登りが得意ではないので、今回はブラックマンバは無事でした。藪の中でマングース対キングコブラが熾烈な戦いを繰り広げる。この小さな捕食者は28本の歯を誇り、その中には簡単に骨を折ることができる比較的長い4本の前歯も含まれます。しかしキングコブラは独自の恐るべき武器を持っています。強力な毒を持った交渉で襲いかかり、わずか一噛みで11人の人間を死に至らしめることができ、最大 1000mg の猛毒を放出します。マングースは容赦なく攻撃し、キングコブラを地面に引きずり込みます。コブラの頭に強力な噛みつきを加えたマングースはこの対決で最終的に勝利を収めます。クルーガー国立公園ではマングースが木に縛られて蛇と戦いを繰り広げています。おそらく今回の遭遇ではマングースが勝利を収めたのでしょう。忍耐は必ず報われ、マングースは蛇を引き倒すことに成功し、今では喜んで食事を楽しんでいます。乾いた枝はブラックマンバにとって難しいカモフラージュとなっており、現在ブラックマンバは敵であるマングースと対峙している。一連の報復攻撃の後、脆弱な枝がマングースの重みに耐えられず、ブラックマンバは逃げ出した可能性が高く、最終的には降伏した。マングースは狩猟中でキングコブラの存在を感知しました。マングースは相手の弱点を探しますが、キングコブラは数メートル立ち上がってシューシューと音を立て、フードを広げてマングースを威嚇します。マングースはその機敏な体でコブラを誘い出し、攻撃を開始します。キングコブラが地下へ逃げようとする追跡は続くが、マングースから逃れるのは苦戦しているようだ。アフリカの草原にはマングースとして知られる灰色または茶色の毛皮を持つ小さいながらも獰猛な捕食者がいます。彼らはブラックマンバのようなステルスハンターですら警戒する特別な能力を持っています。しかしそれはなぜでしょうか。ブラックマンバは一口で成人男性15人を殺すほど強力な毒を持っていますが、マングースはこの恐ろしい敵に立ち向かいます。
それはマングースがアセチルコリン受容体を持っており、感覚器官に急速な突然変異を引き起こし蛇の毒を押し出すためです。このようにしてマングースはすぐにブラックマンバを餌に変えます。同じ生息地では種は支援関係と競争関係の両方を共有します。リスとマングースは仲間であり、キングコブラに直面するとリスはマングースに助けを求めます。この時点でマングース対キングコブラはお互いにとって獲物であると同時に最も危険な敵でもあります。マングースは高速戦闘でキングコブラの弱点を探しながら旋回します。キングコブラは脅迫的な攻撃を開始し、戦いを続けると敗北することを知って撤退します。一方、マングースは獲物を追いかけるほどお腹が空いていないことを理解しています。ブラックマンバは木のてっぺんに登るマングースの攻撃を避けようとしている。マングースを追い払うために最後の攻撃を開始します。マングースの体重で木の枝が弱くなったため、この戦いではブラックマンバが勝利を収めました。茂みの後ろに隠れてマングースが昼食を楽しんでいますが、それはたまたまヘビでした。これはマングースが狩りに成功した後のご褒美です。マングース対ヘビの間で緊迫した戦いが繰り広げられます。マングースはヘビの体がしっかりと巻きつく中、ヘビの支配から逃れる方法を見つけようとしています。しかしマングースは下草に滑り込み、蛇を引きずりながら死の兆候を示しました。マングースは喜んで獲物を安全な場所に放して楽しみます。小さな蛇は哀れな姿をしており、生存競争の敗者となり、マングースにとっても美味しい食事となった。爬虫類の王の傲慢は小さなマングースとの戦いで打ち砕かれる。マングースののんびりした外出は突然コブラとの戦いに変わった。どちらも早くて好戦的でした。しばらくお互いに旋回した後、コブラはマングースを縄張りから追い出しました。コブラは自分が勝ったと思ったが、マングースが形勢を逆転させたので驚いた。マングースはコブラの尻尾を数回噛んだため、コブラは恐怖を感じて逃げ出した。コブラは地面に滑り落ちたが、マングースにはコブラを放すつもりはなかったようだ。マングースは地下でコブラを追ったが、おそらく戦いは地下で続くだろう。コブラはマングースから逃げられると思いますか？これは戦いではなく、むしろマングースの狩猟旅行です。ヘビは逃げようとしますが、マングースから逃れることができません。マングースは簡単にヘビを捕まえて頭を噛みます。これがヘビを殺す最も早い方法です。抵抗し逃げようとしても、ヘビは死を逃れることができず、マングースからも逃れることはできません。マングースが狩りに成功。得た報酬はガラガラヘビでした。ガラガラヘビは死んでしまい、マングースの豊かな食事になってしまった。
勝利したマングースは喜んでこの食事を楽しみました。蛇はその敏捷性と有毒な性質により最も危険な爬虫類の一つです。素早い反射神経と正確な攻撃により獲物を素早く仕留めることができます。さらに蛇は独特の力の象徴でもあります。マングースは非常に機敏で賢いです。体はそれほど大きくありませんが、素早く鋭い動きで最も有毒な動物である蛇を倒すことができます。これら2つの種には関連性がないように思えるかもしれませんが、実際には蛇とマングースの間の戦いはライオンとハイエナの間の戦いと同じぐらい激しいです。次のビデオはマングースとヘビの45分間の戦いですので、画面から離れないでください。リスは危険を恐れずコブラを追いかけて攻撃します。リスは用心深く機敏だったため、コブラの毒を避けコブラの尻尾に噛みつきました。しかしリスはコブラにはかなわない。リスの仲間であるマングースがちょうどいいタイミングで現れました。マングースとヘビはお互いに獲物であると同時に敵でもあります。マングースは慎重にコブラに近づきました。逃げるためにコブラは決定的な攻撃を行い、マングースに大量の毒を注入しました。コブラはすぐにマングースから逃げましたが、毒はマングースには影響しませんでした。戦いは終わり、双方とも勝ち目のないことを悟った。おそらく今後の両者の出会いはさらに壮絶なものになるだろう。マングースは旋回してブラックマンバを探り、戦いの準備をします。その鋭い歯は動くたびに常にブラックマンバに噛みつきます。ブラックマンバは反撃しますが、今度はマングースには太刀打ちできません。すぐにブラックマンバは圧倒されてしまいます。マングースはブラックマンバの頭を何度も噛みつきます。ほんの数回噛まれただけでブラックマンバは死んでしまいます。勝利はマングースのものです。ヘビは以前の攻撃で負傷した後、マングースから逃げようとしています。しかしマングースは簡単には離しません。ヘビを追いかけて頭を攻撃し続け、ヘビを茂みの中に引きずり込みます。ヘビは全力を尽くして抵抗します。しかしおそらく最終的には熟練したヘビハンターであるマングースの支配から逃れることはできないでしょう。4、全身に傷を負ったコブラはマングースから必死で逃げていました。マングースはコブラを追い続けました。コブラが止まるとマングースも止まり、コブラを苦しめました。最終的にはマングースが勝者となりましたが、丸々とした獲物であるコブラを餌食にすることはできませんでした。マングースはコブラの頭を噛み引きずり去りました。抵抗にもかかわらずコブラは最終的にこの戦いに勝つことができませんでした。誇り高いキングコブラがマングースと対峙して惨めな敗北を喫した。オリネズミヘビはその非常に強力な毒のため他の種にとって恐怖です。しかし賢い捕食者であるカラスにとってオリネズミヘビに対処するのは簡単なことです。俊敏な足で獲物をしっかりとつかみ、くちばしは休むことなく働き獲物をむさぼります。満足のいくランチ、これは10分前に起こった戦いの結果であり、勝利はカラスのものです。13、国立公園内の遊歩道で馬車は狩りを終えて苦労して得た商品を味わっています。これは馬車が頑丈なくちばしで食事をする様子を詳細に捉えた貴重な瞬間の一つです。悲しいことに蛇は相手を間違えました。
しんでみてください。別の農場ではタカがメンドリを狙って混乱を引き起こしました。しかしオンドリとシカが仲間を救うために壮大なスーパーヒーローのように突進してきました。それは動物たちの友情を見事に表現したもので、彼らは成功しました。農場の動物たちは仲良く暮らしていると思ったら必ずしもそうとは限りません。オンドリはメンドリに対する牛の危険を察知しました。この二本足の動物は配偶者を守るために率先して大きな蹄を持つ動物に立ち向かいました。それは本能であり、メウシはオンドリの凶暴さを前に素早く退却しなければなりませんでした。最大2メートルの翼を広げることは、ワシが移動して獲物をうまく狙うためのツールの一つです。爪は武器となり、獲物をしっかりとつかみます。ワシは手の届くところに昼ご飯を食べているように見えましたが、驚いたことにニワトリは果敢に逃げ出しました。死んだふりをしたニワトリの賢さによってチャンスが生まれ、ワシの手から逃れることができました。濁った霧が収まりました。戦いが起こった。恐るべき捕食者であるワシが時速150キロの電光石火の速度で急降下し、ヒナたちを攻撃しました。しかし、おそらく捕食者が予想していなかったのは、子供を守るためのオンドリによる反撃でした。オンドリは鋭い爪と尖ったくちばしを持っています。この戦士はワシと激しく戦い、その武器と強さで攻撃者を圧倒しました。それは親が子供たちに抱く愛の力でした。北米の農場の静けさは一羽の鷹の出現によって打ち砕かれた。捕食者は母鶏とその子を襲った。しかし鷹はオンドリに匹敵しませんでした。この高貴な父親の姿が鷹を逃がし、そうでなければ獲物になっていたかもしれません。アングスとキングコブラのライバル関係が荒野に陰謀を巻き起こします。彼らの行動は全て本能的なものであり、自然の法則に従っています。さらに他にもたくさんの動物の戦いがあなたの発見を待っています。画面から目を離さず、私たちが集めた野生の最も残酷な戦いを見続けてください。毎日新しい野生動物の動画をご覧いただくために、いいねを押してチャンネル登録することを忘れないでください。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。私たちのビデオを楽しんでみてください。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。一番印象的だった瞬間は何でしたか？もし何かご意見がありましたら、ぜひコメントをお寄せください。次の動画をもっと興味深いものに改善するために、皆さんからのご意見を歓迎します。そして、いいね、共有、チャンネル登録をクリックして、最新の動画情報を受け取ってください。どうもありがとうございました。また近いうちにお会いしましょう。